はい、ただいま業務スーパーで買い物してきました。今まだ買ってきたものを入れてない状態がこんな感じです。まあ、結構ね少なくなってきまして、今回1万円分買ってきて今運んでる最中です。はい、ってことで今回はこんだけ買い物してきました。相当買ってきました。もうかなりストッカーが埋まってきたけど、まだでも半分近く余裕があります。で、今回買った料金合計金額は10万529円でございます。あ、違う、10万じゃねえ1万529円でございます。はい、じゃあこのジャムスーパーをナーさんと2人で食べるんですけど、ナーさんだいくらしますなん、いくらでもいいですよ、ナーさん決めていいですよ。決めても大丈夫ですか？はい、すいません、前回と同じ3000円でお願いします。はい、じゃあ3000円、はい、いただきます。そして今見ていただいた映像、業務スーパーで買い物したのが8月の頭なんですよ。で、今が9月15日。果たして中身どのくらい消費されているのか気になりますよね。ではチェックしてみます。はい、こんな感じです。一部水餃子買ったんで増えてますけど、これをどけてもほとんど減ってないんですよ。いやー、減らないっすね。この辺とかはね、もう買った当初のまま、ちょっとこの辺が減ったかなって感じはあるんですけど、全然減りません。1万円分買ってもね、もう食べきれないですね。はい、ということで、いや、業務スーパーね、やっぱね、コスパ最強ですよね。1万円分買ったやつがね、もう全然減りませんからね。まあ、多少ね、やっぱ、業務スーパー生活、まあ僕が料理できないからっていうのもあるんですけど、若干ね、野菜たくさん食べて作るように飽きてきたっていうのもあるんですよ。まあ、僕の料理も味噌汁に全部ぶち込むってだけなんで、もう味噌汁味に飽きてきたんですよね。最近ね、ちょっと新しい人3日間だけ泊まりに来て、ポトフ、まあ、和風のコンソメ味の料理作ってくれて、それで野菜使うんで、まあ、それでちょっと野菜消費しようかなと思ってます。はい、そんな感じでね、業務スーパーは今後もたくさん使っていこうと思います。あとでかくなったね、あとでかくなったね、ほらお腹でかくなったね。